今回の〇〇生活はマリオメーカー2でドッキリ企画を敢行。相方浜口さんを驚かせるべく一人でコース作りに励んだ有野さん。いいね。さすがは創造神、次々とユニークな仕掛けが。いいね、意地悪だね。危険なのに美しい大量のファイアバーにドッスンが迫りくるハラハラドキドキのエリアも。おはー、面白い。自画自賛、渾身のコースが完成しました。さあ、いよいよドッキリ決行。果たして浜口さんのリアクションは。お願いします。何も知らず収録に臨む今回のターゲット浜口さん。さあ、今回も始まりました。はいはい。僕もインディーゲームいろいろ買いましたよ。あの後何買った？やっぱカウンティー、あの落とすやつ、うん、即買ったね。即買った。オープニングトークが終わり、偽企画のタイトル発表へ。せーの、よい子のマリオ USO でチャレンジ生活、うん、イエシャイ。今回は管理人から新作マリオをプレイすると説明。その新作タイトルはマリオ U スーパーオーバーオール、略してマリオ USO。 もちろんそんなソフトは発売されません。よーく見るとウソの文字が。ドッキリっぽいでしょ。バレそうな感じもしましたが、さすが浜口さん。なるほど、スーパーオーバーオールや。スーパーオーバーオール、ね、初めてちゃうか、マリオでようやくこのオーバーオールに注目したの、ようやくいじってくれんねやってことやろ。そうやで。不信感どころかオーバーオール話を広げるピュアぶり。よかったな、ようやくいじってもらえたやんけ。オーバーオールな。オーバーオール。ジャンプマリオ USO プレイスタート。 USO。 シーソーを越えた先には有野さんお気に入りデオチクッパがスタンバイ。よし、こうや。そうや。よっしゃ、滑りだよ。来たぞ。よっしゃ。あ、そっか、マリオ U やってなかったっけ。マリオ U やってあの坂。なんや、坂とか下をしたらスーッと。まさかの坂滑りを知らず大魔王をスルー。クッパの方が滑った感じに。さらに危ない。あ、なにこれ、怖いな。いや、あれ、嘘やろ。なにあれ。ブロックがコインに戻ってびっくりするところをテクニックが追いつかず、こちらも不発。あら、嘘やろ。予想外のプレー連発の浜口マリオ。その後もひたむきに落下する大魔王は全くいじってもらえません。うそ、もう難しいな。思わず有野さんがうそとびっくり。チューンいけんのかい。そう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 。クッパの雄たけびも浜口さんには届きません。怖いな。そんな怖くないけど。そうそう、ほいでほいで、そこの上乗って B ダッシュジャンプ。よし、ダッシュジャンプ。よっしゃ、いけた。うわー、何これ。時間来たらなんのか。あれ、Pスイッチ知らない、うん、ようやく Pスイッチは成功しましたが。危ない。そろそろクッパ触れたれよ。目の前の異変に気づけないほどプレイに必死な浜口さん。赤くそ、手べちゃべちゃ。ちょっと待てよ。それでもプレーを重ね、少しずつゆとりが出てきたようです。よし、クッパに何もさせんかった。クッパさ、登場早くね、ここで。そういえば、あいつラスボスやろ。ラスボスやで。そんなクッパより怖い P スイッチの仕掛け。あが、怖い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 。あが、一回変われ。踏んじゃえば、踏んじゃえばいい。踏んだらまたカウント1から。よし、
うやおちゃ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 あったあったよいしょなにこれこれ大丈夫かよっしゃおいあぶねーよっしゃデカサロペット持っとくオーバーオールオンあ逆になってんのかこれうれうわ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 無理じゃない無理か無理じゃない無理か頑張れサロペットオーバーオールですうれうれ痩せるわあそうそうあの時よっしゃうわなやれあピートったあかんねや苦労する浜口さんこれ1の1ちゃうやろこれピー取んなよよし逃げろ逃げろさあ続いての仕掛けですうわありがとうキノコどうするこれピー取らん方がいいなでも何もないんじゃないのピー取っていいんじゃないぶわー落とされへんか怖くねほら来たあお何やこれやったラッキーゾーンやラッキーゾーンドーナツラッキーゾーンやったドーナツラッキーゾーンって言うんだよ、うん、続いてのエリアへなやこれ怖いななんか大砲いっぱいあんなキラー砲台と横に置かれたバネ地帯ほら来たで危ないあ乗れるあ乗れるよし頭上からは有野さん自慢のドリフ式が果たしてうわー何や大乱戦大乱戦やばいやばい頑張れ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 大乱戦やないかいその後も大乱戦を繰り広げる浜口さん急げ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 大乱戦敵が多すぎる3度目のチャレンジあ、そうそうそう危ない危ないうわ逃げろ逃げれたヒッパタックヒッパタックあ、ちっちゃいから無理だねよし、逃げたうわよかったギリギリよかったいったいったなやこれクレイジーゾーンやなやこれえ出てきたえ何これクリボー。クリボー浮いてるなパップあさあアスターや無敵あれ無敵取ったらええんやこちらはピースイッチきっかけで落ちる大量のスターがスタンバイピー押してみようかもうピー押すしかないもんなもんしかしピースイッチの横にはクリボーが直付けいやもうマリオどうしますのって見てるよ見てみようこっち見てるやんけいや俺も同じ気持ちやマサさんどうしますどないしますねよっしゃ行こう危ねうわあかんこっからかなよっしゃハッタ待てよそうそれあかん落ちた正直ドッキリ的にはクリボーはおまけなんですがこいつなんやなんでフラフラしてんねんどうしてんねんこいつあか来た来たよ来たよ踏んづけてなんでや踏んづけて踏んづけてあかん踏んづけなあかんのにこれ無理やってクリボーとの不毛な戦いは続きますどけクリボーもうちょっともうちょっと端っこいっちゃうこれ戻ったやんじゃんあーなるほどなるほど頭いいリセットなえ何もかもなくなったチントンだけにしとこうちょっと待ってよ P スイッチだけを慎重にそうあ投げたD 押してるからやろあんなとこ B 押してるからやところがここから思わぬ展開にあかん帰ってこい帰ってきた来たよっしゃ今無敵やよっしゃ戻ってきたスターで強引に突破しちゃいました
よっしゃ、なんかくぐり抜けたわ。これ落ちたらあかんな。こんな。なにこれ、なにこれ。うわ、あ、落としてくれた。え、めっちゃ優しいやん、ここ。あ、うわ、あからさまな罠あるぞ。これは50を捨てて、ダッシュや。あかん。あ、あ、なにこれ。これまた予想外。ワンワンと入れ替わるようにブランコクレーンに挟まれ一発で突破。おるな。なやこれ。起きたな。一旦離れてみたら。寝た。だからえ、ゆっくり行ったよ。ゆっくり行ったよじゃない。ほら。あ、気づいた。ジャンプへ。赤、気づかれた。赤、気づかれた。わー、行け、逃げろ。急げ。落ちた。クソ、あれ罠か。絶叫しすぎて声を枯らす浜口さん。喉ケア。スイッチ押してた。またここや。クレイジーゾーンから再開。だいぶまぐれやったぞ。よっしゃ、そこ。B 押すな。はい。よっしゃ。これちょんやん。あ、え、めっちゃスター出てきた。ドリフ式スターも無事日の目を浴び、再びドッスン地帯へ。行くしかない。よし、ワイダッシュ。これワイダッシュして。急ぎ。ここジャンプ。よっしゃ。よっしゃ。オッケー。行けた。そしていよいよネタバラシ。どんなリアクションが。これどうなってんねん。どういうこっちゃ。こうやって降りんねん。なやこれ、めっちゃ祝福されてるやんけ。なやこれ。すがすがしいくらい勝る明菜の文字を無視。え、何もしてませんけど。まだめっちゃ祝福されてるやん。ゴールしたんじゃない。嘘。あ、なんか書いてある。あ、ありのよりって書いてあるぞこれ。なやこれ。え、嘘、嘘やろ。ほら、あれ、これあれ、ありの、ありのって書いてない。え、お前気づけんかった。見てみ。浜口さん、プレイお疲れ様でした。うん、今一度まるまる生活のタイトルよく見てください。うん、はい。良い子のマリオ USO でチャレンジ生活ですよ。うん、スーパーマリオ USO。ローマ字で読んだら。あのオーバーオールやろ。違う、ローマ字、ローマ字読みや。USO。 嘘嘘言うに寄らんでくる。嘘。アンジさん、本当のタイトル教えてあげてください。なんやねん、はい、マリオの USO。 焦んないで。ウエショーって何や。本当のタイトル、良い子のマリオメーカーで職人生活です。マリオメーカーで職人生活。はい。何なんマリオ。あ、マリオメーカーなんか聞いたことあるぞ。はい、これです。何やね、職人生活って。あれ、はい、有野よりって書いてあって、え、作ったの有野が。そう。うわ、なんかお前らしいな。お前らしいな。どこお前らしいなって。どこ。まだ開発途中ぐらいですんでって説明受けてたのよ。うん、だから、うん、荒いなー思って。あれのそのなマリオ好きやから、うん、よくやってるからコントローラーの扱いを説明してくれてるのかなと思ったら、うん、なんかやたらコースの説明とかしだすから。なんで知ってんねんと思って、あ、先にちょっとなんかやったりしてたんかなと思って、知らん間に。おうおうおお。そう、ずるーっと思っててんけど。改めて2人でコースを見てみることに。いや、だいぶクレイジーやったからさ。この辺はな、この辺はね、もう僕が作ったやつを任天堂さんがこうした方がもっといいですよ。なるな。クッパ出てくんもん、いきなり。
クッパなんかラストに出てくるの、あの序盤で出してもうたんや序盤で出てすぐ消えるっていうのを。これでもここにヒントあんねんけど気づけへんかった？え、ここ何よ、ここに、え、あ、アリのアリの柵って書いてあるやん、こここんなん気づかへんよ。有野さんからのメッセージは他にも。ここにもヒントあってんけど、え、おもろいやろって書いてあるここなんかもうダッシュやよあ、見上げへんかった。見上げる暇なんかないでしょここ。さらに仲良し夫婦の相合い傘も確認。アキナマサって書いてあるよ全然気づけへんかった。あ、ほんまや、アキナマサって書いてじゃあ俺待って、敵で出てくるのちゃうかなってドキドキしてたよ。ああ、端っこ見てたのか。猫にありるよ、うん。これ分かった、残りのよりと書いてあるわ。ここは任天堂の人もここ手加えへんかった。だから用語はなんかちょっと雑い感じ。そう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 、まあまあこのままでいいしょって管理人浜口さん、有野さんの作ったコースをプレイしてみていかがでしたか？いや面白かったけど、うん、確かに有野が作ったっぽいなと思ったうわ結果論やん。そう、有野が作ったって言ったら、うん、もっと文句言ってんけど何やねんこれとかってやりながら。そう、でも USO やから、うん、俺やってたのはなんでこんなんなってんねんとかそう言われへんいやすげえな、こういうのが作れんねんや、はい、面白そうやな、作るのもね。そう、うん。さて次回は騙された浜口さんがマリオメーカー2でコース作りに挑戦。これや、これつけんの？スクラップ&スクラップの破壊神浜口。土いじんだったら終われへんよ果たしてどんなコースに仕上がるのでしょうか。クリエイティブって難しいな